ドロップです。今日は何の日でしょうか。こんな可愛い服を着て何の日でしょうか。今日は Born to be みなみちゃん。本日のテーマは今年こそ絶対泣かない2023です。イエーイ。生誕祭というものを知らない方たちに生誕祭を説明しようと思います。生誕祭はいつもと違ってカバー曲を披露したり、メンバーがセレクトした曲を披露したり、特別な衣装が見れたりっていう、もうその子をみんなでお祝いしようっていう日で、ちまなちゃんはいっぱいファンの皆さんとかメンバーのことを考えてたくさんたくさん用意してくれました。やっぱり生誕祭って特別なんですか。特別だよね。特別。年に1回しかない、アイドル人生短い数年間、きっとおばさんになってもできるわけじゃない、このギュッとギュッと短いこのアイドル人生の中で年に1回しかできない特別なライブです。気合入ってます。息ぴったり。それでは早速紹介していきます。黄色。YouTube 来てよかったです。めっちゃ死んでたんで。今日という日を迎えるのが辛すぎて、そういうこと？スイッチ入りました。やってやるぞって。一番寂しいけど本人には言ってないんです。私が望んだ一番素敵な形のものだけど、ずっとここにいることはできないし、本日の特別ポイント、じゃん。これは千原ちゃんが撮ってくれた写真たちを印刷してくれました。千葉ちゃんが実際にツアーの現地で撮った写真とか、めっちゃセンスいいんですよ。自分で撮ってる、何のためか分からないですけど、何ヶ月も前からみんなこっち向いてっていっぱい積極的に写真撮ってくれてて、多分今日飾るためだと思うんですけど、これは私の誕生日の日にみんながケーキをお祝いしてくれたやつで、私がマジで鈍くて、あの部屋に来てって言われた時に、どうしてもお風呂に入りたいからお風呂入ってから行かせてくれって言って、すっぴんでタオルぐるぐる巻きでメンバーの部屋に遊びに行ったら、パーンってクラッカーが鳴って、でも私は決して寝伏せる姿じゃなかったので、こういう代わりにみんなで UFO キャッチャー行って合流したんだよね。そうそうそう。だからみんなで撮ったやつです。 UFO キャッチャーそれぞれ。私とミクはね、遠征先でバスでだったので、こっちがミク、こっちがミク。いい写真。泣いてるミク。あ、あったな。あ、かわいい。なんかのツアーだよね、でも。うん、そんな気がする。なんかのツアーって、これこの衣装はバスは。衣装もこれで今日出るんですか。そうです。そんな清掃的な感じなんだ。これやばいんですよ、立花さんが自費で全員分買ってるんですよ。やばいんやばいです。あの子とんでもない出費をしてます。立花さんの自腹です。自腹です。Tシャツの時もみんなで、まあ、イラストを一回から描いたり、業者に自分で頼んだりして、それもそれで、まあ、凝ってはいるんですけど、買ってくれました。みんなのなんか好きなのが詰まって、その子っぽいのを選んでくれて嬉しい。ちなみに T シャツの時もしばらくです。ああ、そうなんだ。大事なことなのに2回
で6人でよく写真を撮ってくれて、6人の写真を収めたいって私以外で写ってってツバメちゃんがシャッター切ってくれたりして、あれも6ですね。そう、やつはこうやってね、夏にもこうやってなんか思い出を作ろうとして6人で写ってって言われるたびにね、ってなってます、ね、みんな気持ちはねってなってます。思い出が詰まりすぎてる。この子にはこの曲歌ってほしいみたいなのとかもやって、曲の順番とかもテンション感が見てる人が楽しめるように考えてくれてます。まだ見てないですか？初めて見ます、これ。え、すごい。こちらが天川さんです。まなちゃんが撮ってくれた天川さんです。今日来ていない。そうなんだよ、私のピン写真がないので、ここ嫌がらせですね。間違いなく嫌がらせです。ないじゃん。ないの、一つないの。嫌がらせです、皆さん。大きい声で言います、嫌がらせです。敬愛する立花さんの生誕祭です。敬愛する、はい、そうです。今日は敬愛する立花さん、先輩の、大先輩の生誕祭です。前日の夜、ラジさんと私と立花さん3人で泊まっていっぱい練習したので、もう準備バッチリです。この日のためのレッスンはどんぐらいしたんですか？続けにしたら3日間ぐらいで、1日全体練習、1日で2ユニットを2日なんですけど、まあ、私たちは全体と1つのユニットだけど、立花はもう5曲6曲ぐらい覚えないといけないので、多分やばいと思います、キャパが。こんな多分カバー曲やるのも初めてかもしれない。やってユニット2曲3曲とみたいな。そう、あんまりこんなしないから。お誕生日おめでとうございます。ありがとう。もう過ぎちゃいました。でも終わっちゃったよ。終わっちゃったよ。終わってしまいましたけども。何歳になったの？それはやっぱお察しの通り。お察しの通り。月色になった時20歳だったのに23歳になっちゃった。やばい。3年。そうですね、3年ぐらい。やっぱり生誕祭は特別な、なんかファンの人との信頼で成り立ってる気がする。生誕員の方が、私が生誕やりたいって言ってから、めっちゃ夏頃からずっと動いてくれてたっぽくて、申し訳ない。不安すぎて、今日も全然2時間ぐらいしか眠れなかった。申し訳ない。スキード。生誕員、生誕員の方ですか？かわいい。
すげえじゃん。すげえ。スチール。あとこの辺からもお願いします。全体を。可愛い。セガチェック。セガチェック。こういう自分で言いにくいことをバッて言ってあげるのは私の仕事。次こっから。ここから全体を写してくる。あ、もうちょっと真ん中までいいですか、ね。あ、そう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 、それです。それが欲しい。それが欲しい。みんなでさらーはい、こっちはい、じゃあ1枚撮ります。3、2、1。はい、ありがとうございます。はい、なんか切なくなってきた。ね、まあね、さて、なんか凪さん、いつから単独でやっぱ、まあ、その当たり前じゃないみたいに言ってたじゃないですか。女の子のアイドルっていうのは、何年も何十年も同じ形で居続けるのはすごく難しいなってずっと感じていて、明日何があるか分からない、明後日何があるか分からない中で本当に私たちと出会ってくれて、こうして一緒に前を向いてくれてすごく嬉しいです。それはすごい、うん、身しみで分かりますよね。なんかちょっと早めに聞かされてて、卒業のことは一番最後まで止めてたのが多分私だったんですけど、でもなんか前向きな卒業って分かって、私も送り出そうって思ったから、多分一番寂しいけど本人には言ってないんです。アイドルじゃなくて普通に一人の友達としてここいなくよかったから、一番現実を見たくなくて私が実感が湧いてないです。まだ卒業の文も読んでない。読んだらダメになっちゃう。あ、笑いません今何があったの。裏でいじめられてた。なんか殴られた。それはやばい。気になったんですけど、なんで卒業の発表を今日の。相談もされずに決めちゃったみたいな感じなの。そう、多分彼女の中では決まってから言うタイプなので、もう結構決めてから言われましたね。へえ。なんか自分のと仲良くなったきっかけが、
多分卒業のことを言われて、私が辞めてほしくなかったから止めないとって思って、自然と喋るようになって、そしたらなんか親友みたいになっちゃって、逆に止められないっていう。千葉な的にはやりたいこととか幸せな部分になって叶えられた夢がいっぱいあるし、今が幸せだから、なんか幸せの時に辞めたいみたいに言ってて、なんかそう、私がなんで止めるのをやめたかっていうと、めっちゃ満足してるんですよ、彼女が。なんかもっと叶えたい夢がいっぱいあって、でも叶わないからやめるとかだったら、多分どんな手を使ってでも止めてたと思うんですけど、なんか千葉奈は私たちよりも何年も多くアイドルやってて、もう今いるファンの人たちとかメンバーとか、なんかツアーできたりとか、いっぱいやりたいことが叶えられたからやめるって言ってたから、私も逆にそうなりたいです。満足して卒業したいから、なんか千葉の言ってることがやっと分かった気がして、その時になんか、うん、じゃあ分かったって言った気がします。今日はみんな的になんかどういう気持ちなんですか？発表するけど、生誕祭みたいな。あ、でもなんか一生に一度じゃないですか。だからもう、うちらは千葉奈ちゃんのためになんかこう盛り上げるというか、楽しんでもらうために頑張るしかないので、そんな感じです。ミクがまともなこと言ってる。だって絶対ドキドキするじゃんね。なんか言うことみたいな。生誕祭だけでさ緊張するし、いっぱいいっぱいなのにさ、卒業発表もするってすごいね。千葉奈ちゃんの決断すごいなって思います。寂しい。結構寂しいね。ちょっとリハでちょっとうるってきました。MC のリハもやったの？それはやってないですか？ MC はやってないよ。さすがやってない。あの生誕祭って結構そのメンバーの思い出話を語ったりするんですけど、私たち MC でがっつり喋っちゃうと、あの本番面白くない人たちなんで。すげえわかる。わ、うん、かりますか？すげえわかる。台本に書くとすげえつまらない時ある。そうやだ。だからそう書かないでください。なんとかネキとか本当にやめてから、被害被ってるんですよ最近。南さんが一番立花さんとは長い。そうですね、もう2020年の3月に出会ってるんで、もうそろそろ丸3年になります。やだね、なんか泣いちゃうかも。ね、だってもう同期がいなくなるんですよ、ね、一番最年長で入ってるのにこんな残っていいのかなって思いますもん。同期がどんどん卒業していくと。それは別に南さんがね、やりたい時までやればいいんじゃない。唯一の同期だから思うところはあるけど、彼女も彼女で悩みながら続けてきたことを分かってだから、なんかよく頑張ったねって私は言いたいです。ここまでまず、まあもうちょっとあるけど。ここまで頑張ったねって言いたいのと、まあ今これ立花さん見てるかな、もう最後に卒業する前にどうしても一個言いたいことがあるんですよ。いいですか？あの9月にですね、三重に2人で行ったんですよ。で、ホテル代とかをね、あの私が立て替えてたんですけど、一回来ない。別に1000円とかだったらいいんですけど、ちょっとゆきちさん超えちゃってるんで、あのもし見てらっしゃったら、あのこちらまで振り込んでいただいて、できたら直接までに。黄色。ファンの方からプレゼントもらえるんですか？なんかいつもはもらってます。生誕委員の方がなんかその子たちに合ったようなものをくださっているのは見かけますけど、もう私はめっちゃ満足です。満足っていうのも失礼だけど、なんかお花を見てすごいよみたいな感じになったから、想像以上ですごすぎてみんなに負担をかけてしまったと思って。
やっぱりうまくできるかが心配。リハちょっとだけなんかいつもより手こずってましたね。もうなんかいつもとカバーがみんなが今までやってきた声帯よりも圧倒的に多くて倍ぐらいあって、私あんまり歌が得意じゃなくて、グループの中で最高に落ちた方でだから歌が一番心配で、うまく歌えなかったどうしようとか、リハではうまくいったけど歌詞を間違えたらどうしようって思うけど、今日なんか本当にアイドルさん、なんか私知ってる中で 5,6 個ぐらい声帯があって今日、でもその中で選んでもらってるし、遠方から来てくださったファンの方もいて、その分ライブで頑張りたいし、やっぱアイドルとしてファンの人に喜んでもらえる部分は特典会じゃなくてライブだと思っているので、頑張りたい気持ちは死ぬほど持ってるんですけど、正直このまま逃亡したいこのまま飛んでいっちゃえばいいのにって思うすごい、こんなに人が入ってるような、すごいですよ、めちゃめちゃすごい。私ファンの人を探すのめっちゃ苦手なんで多分今緊張して上がってるから、なおさらファンの方のこと見つけられない気がするから、今のうちにこうやって上からズルをしておくなんか生誕って結局自分の自己満で、なんか他のメンバーのファンの方とか私をずっと見てないといけないから、なんかあんま楽しくないんじゃないかなって思うので、ユニットもめっちゃ分けてでめっちゃ頑張ったんですけど、どうかな大丈夫え、ジシャ大丈夫、ジシャ大丈夫マジで、今日いるんですね。でもちっちゃんの誕生日だ、あと、ね、服かわいい、みんなどうしたのみんなかわいい、あ、久しぶりです、やっほー、ごめん、どうください、頑張って、ごめん、久しぶりです、ごめん、なんか5分前に来ちゃった、いいのよ、かわいい、みんなあ、セイナー先生も金髪だね。おはよう。ここで見ます。そうだよ。これマサイさん。YouTube ちゃんと見てます。え、マジですか？クイズのやつ、私ね、前半のクイズ2回あったじゃないですか。うん、全部正解しました。すごい元気じゃん。頑張ってね。写真どこで撮りますか？今年やっぱ最後だし、やっぱいつもちょっと大事な場面では泣いてしまうけど、やっぱ初年度よりも明らかに泣かなくなって強くなった自分を見せたいので、今年こそ絶対泣かない2023で、まあフラグですよね。でも
今日はファンの皆さんにお手紙を書いてきたのでちょっと聞いてほしいです。私、立花美奈が3月をもってスギアドロップを卒業することに決めました。卒業のことは実は1年以上前から相談させていただいていて、去年いっぱいはみんなと過ごす最後の夏は最後のツアーだと思いながら一日一日を後悔しないように行動してきました。1回目の卒業の時はネガティブな気持ちで選択したのですが、今回は1人で何ヶ月も考えて決めた前向きな卒業です。アイドル以上にやりたいことはまだないけれど、今の環境があまりにも自分の居場所として居心地が良すぎて、少しでも今が欠けないうちに居心地がいいからこそ自分から一歩踏み出そうと思いました。学生だったファンの方が社会人になる姿を見たり、仕事の話を聞いたりするたびに、自分の世界にはアイドルしかないなと思っていて、私が望んだ一番素敵な形のものだけど、ずっとここにいることはできないし、私の視野を広げるためにアイドル以外のものに目を向けたいと思えたこのタイミングでも卒業を決めました。残り約2ヶ月なんですが、私は最後まで 100% 後悔なくアイドルをやりきります。スキルドロップを始めた当時、アイドルやらないと死ねないと言っていた私の最後のやりきる姿を見ていてくれたら嬉しいです。そしてスキルドロップはこれからもまだまだ続いていくグループです。形は変わっていくかもしれませんが、どんなスピードでも最高のグループに変わりないということを私は知っているので、これからも私と一緒にスピードドロップを応援してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは聞いてください。君が生きる街。感想聞いてもいいですか？同じぐらいの時期に発表して3月末で私も卒業したんですけど、本当にあっという間で、卒業自体が決まってから3月末まで本当に一瞬なので、後悔のないように楽しんでほしいです。私もいっぱい通いました。それまで頑張ってね。ありがとうございました。でも作って待ってくれよ。死ぬかと思った。足が死んでた。そっち近い。終わり。ありがとう。ありがとうございました。どうでした？
めっちゃ失敗して最悪って気持ちです。最悪って言わないでいやめっちゃ練習したからこそ、なんか昨日までできてたものができなくてソロは自分的には完璧でした。まあ完璧、ちょっとグッ泣きそうだったけど、でも泣いてないんです実は、うん、泣いてないと思いますよ私は。完全に泣いてるように見えました。え、泣いてますか私。うん、ファンの人大丈夫かな、なんかみんなめっちゃ泣いてて、でも私も申し訳なかった、どうしよう顔を合わせない、なんかぶん殴られたりしないかなみんな楽しみに来てたのに。でもみんなの口に、あ、自分の口でみんなに伝えたかったから今日にしちゃってって思ったら許してくれるかなそれが大事だと思いますよ。そうですね、なんか文章でポンって出てファンの人と話せないでモヤモヤするよりもうすぐファンの方と話せるので、なんか伝えたいこと伝えられるし、今回の特典会も皆さんには一切喋らせずに、自分のファンの方、特に自分が勝手に喋り出す特典会、いっぱい伝える特典会、時間の限りね、あと6日後にはえ、そうそうだよね、覚えてたね、覚えてるちょっとあなたっぽい匂い、去年も香り物とちょっとありがとうございます。一番最初に泣くなったなんで寂しい、なんで頑張ってる、本当にあっという間だから。そうだね、経験者がね、マジであっという間経験者ね、未だにね、山中湖の先に見てみて、もちろんね、ちょっと山中湖戻りたいなと言っちゃう頑張るね、みーちゃん。他からもスピードドロップは続いていくグループなので、形はいろいろ変わっていくかもしれませんが、スピードドロップのことはまだまだ一緒に応援していきましょう。お願いします、お願いします、いいですよどうしよう、あざすすごい滑ったみたいになっちゃったやだ、あざす